池袋歩いてたんですけども、あの映画館の前通りましたら、あのアンパンマン、アンパンマンのポスターに声の出演をした土屋アンナさんの顔がまあドーンって出てるわけですよ。まあ要はあれ子供の教育でしょうね。なんかあの早く寝ないと土屋アンナが来るみたいな形でこの寝じゃ来るからね、早く寝ないとねなんつってね、あのいう形でしつけですよ。しつけのために多分出てんだと思うんですけど、うわしつけで思ったんだけどさ、このケースどうしたら、このケース、あの俺はあの良くないってすごい分かります、すごく良くないってのは分かるんですけど、昨日都電乗ってたのね。まあ昨日は都電乗ってるでしょね。めいて iPhone 買ってるやつに、愚痴っぽい、文句言ってるでしょ。そして今日は池袋をフラフラ歩いてるでしょね。まあ都電乗ってたね。都電乗ってたらガキがさ、そのまあ都電もほとんど席は空いてないけど別にすごい混雑してるわけじゃないぐらい感じで、で家族3人でガキに3歳ぐらいかな、女の子が先頭でこっちこっちこっちみたいな奥入ってきたら、ギリガキが頑張れば座れなくもないぐらいのところにギュギュってガキが勝手に入って座るわけでさ、まあいかにもな、まあその母ちゃんが横ついててちょっと遅れて、まあそれもいかにもなお父さんがついてるわけ。ほんでさ、したらさガキがさテレビって言うの、その母ちゃんに。また母ちゃんのワンセグのついた携帯です、ちょうどサザエさんです、サザエさんを見せるんだけど、母ちゃんが操作の方法がわかんねえのか、音がもうガンガン出てるわけ。なんかあのテケテケテンテケテケテンテケテケテンテンテンって音があんなに腹立ったことないよ。あそうる、またさワンセグのあの漏れる音うるせえじゃん。あのワンセグみたいな小さいスピーカーでその低い音が出ないで、そのあのパラパラした高い音で鳴らされると日本一のどかなデレデレデンデレデレテンがもうイライラするわけ。これでジュースって言うわけ。これでしたらジュースちょっと待ってねみたいなことを言うと、あちょっとテレビが見えないみたいなことを言うわけで、もうお母さんがテレビを持ってそのガキの目の前に出して、でジュースを飲まして差し上げるみたいな。で結局親父が来たから怒るのかなと思ったら、親父がテレビ持つ係になって、でジュースも3種類ぐらいなんか1本なんかのこれがいいみたいなことって飲んで、それ開けてさ電車の中でもう腹立ってしょうがないんだけど、さすがに人様の子だからこの状況で何もない。あと僕もほら好感度タレントの上位を狙ってとにかく好感度だ、今とにかく好感度な時だっていうことで、そんなに好感度が欲しかったらもっと仕事しろってことなんですけど、今は好感度だと思ってるから、まあ相当我慢してますよ。したらそのさ母ちゃん、パマ、俺よりちょっと年下だよ、明らかに年下の母ちゃん、まあそういう感じの母ちゃんが、あのうちの子はもうわがまま人になっちゃってすいません伊集院さんって俺に話しかけてきたわけねえって、困っちゃいますみたいなことを言うわけ。俺にはコメントを求めてくるわけだから、あ僕だったら多分ぶん殴ってますね自分の子供ならって言ってやったんだけど、そしたらなんかその言い方はなんだみたいな感じになって、何何それ何それみたいな。いや僕子供の頃都電乗ってて、都電の中で飯あのジュース飲みたいなんて言ったら多分うちの親からぶん殴られたと思いますし、自分子供いませんけど自分の子供が言ったら我慢しろって我慢できなかったら引っ張ると思いますよっていう、現にすごいムカつきますしってまあそれ好感度はそれは、まあ、好感度は置いときましょうよとりあえず、あとはもう好感度とかそういう周りのもう、あとはもう監督推薦で出ることにしましたあとは監督推薦頼みにね、することにしましたけど、すごいなあいうのいるんだな。あそれでそうだ、アンパンマンの話してたらね、あの子の夢にはもう土屋アンナが出ちゃってね、出ちゃってて、あの全くあのクレンジングでもともと細い眉を全部消したやつで目でにらまれたりしてると思うんですけど、でそすぐ隣の館で「ゲゲゲの鬼太郎」やってるんですけど、一切塗り壁伊集院光って書いてないね、ポスターにね。もう伊集院の命もすっごいちっちゃい字でも書いてあるよ普通さ、すっごいちっちゃい字でもですら触れられてないね一切塗り壁ねそんなことで卑屈になってるから、ああいう世界的発明の iPod、iPhone も喜べないんだろうな。まあ電車の中でね、そのサザエさんなんか見なくたって、そのワンセグテレビなんか見なくたって、うん、
路面電車のガタンゴトンっていう音が一番楽しいじゃんって厚生の渡辺君が言ってますけど、そういうことじゃないです。それはどうでもいいですけどね。なんかね、近況、近況は今ね、亀の写真を撮るブームが来まして、もともとこれはあのキングオブコメディの今野くんが始めたんですけど、あの1枚の写真のこうフレームの中に何匹カメを収められるかっていう、まあこれあの今野くんの考えたもジャンルの写真なんで、要するに今野くんが決めていいわけですね。で、ペットショップとかダメです。それとそのカメに手を触れてもダメです。だから自然にカメがいたやつをフィルムに、まあデジカメに収めて何匹いるかっていうんで、で今野くん最高多分7匹っていう、さすがこのジャンルの一人者なんで、1枚の写真に7匹のカメだよ収めるっていうことに成功したんですが、その1週間後にあのホリプロの若手の女の子のお笑いタレントの、まあ、白鳥っていう、お母さんがブスでお父さんがブーメランだと思うんですけど そのブスとブーメランの遺伝子を受け継いで超安産で生まれた子がいるんですけど、その子があっさり10匹っていうのを取ってきて、でなんかよくわかんないんだけど、なんかね、最初に全然興味なかったのね、そんなのね。俺はどっちかっていうと今俺の二押しになってんだけど、ボレー家なのにパラボラアンテナがついてるみたいな、そういうのが好きなんで、自然の写真っていうよりはそういうのが好きで、これあのパラボロっていうジャンルにしようと思ったんですけど、撮られた人が怒りそうなんで、アンティークな家にアンテナがついてるんで、アンティーナっていう、まあそのこうなんとなく褒めてるみたいな空気に、ね、すごいのあるからね、頑張って押せば倒せるような家なんだよ頑張れば、まあ一旦押して戻ってきたやつを、押し返してくるじゃん、木の家、木の家を思いっきり押して押し返してきたやつを、それはそのまま受け流して、もう一回押して受け流してを4回ぐらい続ければバターンっていきそうな家なのにBSCS 両方ついたりするからね。白鵬だったら調子悪い日に一発で倒せる感じのまあそれを集めたりしたんですけど、どこにあるって分かんないですから、歩いてたら公園があって池があったりして、そこにカメいいんじゃんみたいな、こんなとちょっとチャレンジしてみようかなってなるわけですよね。結構これが面白くて、でまあそのアンティーナも撮ってんですけど、最近そのカメがいっぱいいる写真をメインに撮ってて、じゃあね、でまた今野がさ、今野が相当亀のいる公園を知ってるみたいで、その10匹を塗り替えることはないんだけど、8匹9匹ぐらいはいくらでも取ってくるのよ。でこれどこなのって言っても教えてくれないので、今野が言うにはこの亀フォトのあのルールは絶対自分のその両刃を人に教えないっていうのはあのこのジャンルではもう当たり前のエチケットだって。で白鳥の取ってきてるとこもすごいんだよね。自然に亀が3個重なってるのって取れる？漫画じゃねえんだからそんな取れないでしょ。でもいるのよ。で白鳥じゃどこっていうと、あのエチケットを知らない人間が来たと教えてもらえないわけ。ほんで悔しくてさ、でこっちはもうその次に会った時にその10匹以上の取ってギャフンって言わせてやりたいからさ、ネットでさ、亀のたくさんいる公園あたりでこうやって当ててみたらさ、タイにあるらしいんだよねでもさすがにタイにそれだけのためにはいけないから、まあ、タイは一応キーワードマイナスとしてキーワードタイは除くっていうことで、まあ、探してったら、俺の生まれた方田畑と駒込の間ぐらいにある、まあ、秘密の公園です。これエチケットですから、これね。山本昌投手も
自分が30代中盤からスピードが上がった理由っていうのは現役を退くまでは言わないって言ってましたから伊集院さんのインタビューには答えてあげたいけど今はプロとして言えないですよ。だから俺もあの現役を退くまでここが旧古川庭園だということは言いませんけどただこれね言っても大丈夫なの、これは言っても大丈夫なの。古川庭園は確かに亀いっぱいいるんですよ。亀すごいいるんですけど、あの庭園ですから古川庭っていう超豪邸のお庭を未だにその管理している超有名な公園ですから、もう池も果てしなく広いんですよ。だから普通にこうやって歩いててその池の湖面を見てるだけで20ぐらいの亀は見つかるんですけど、ただそれを1枚の写真に収めようと思うと上空数十メートルから空撮ね、それもものすごい解像度のもので空撮、そうね、 Google Earth の何百倍のテクノロジーを持った形になりますでしょ。そうすると古川庭園の上空のからそのちっちゃな亀に寄れるまで拡大できる写真になりますから無理なんですよ、1枚の写真に入れることが。で古川庭園ダメで、他にもいくつかその池と公園と当てたりとかして行くんだけどないわけですよ。それで Google で亀がたくさんいる公園東京とかこういろんなキーワード入れて当てていくとさ、もう本当に普通のさ我が家の天使ちゃんみたいなさ、まあお前の参道から出てきたものをよくもまあそこまで褒められんなみたいなブログね、まあ日記の中に出てきて、あーこんなところに公園あんだと思って行ってみると全然その公園跡形もなくて、後でその日記の日付を見てみると1989年ぐらいのなんか日付の日記だったりするから、え何はインターネット創世記のやつこれみたいなやつで、あ今頃その子もすっかりグレてんだろうぐらいのそういうやつだったりするわけで、でいくつかそうやって調べてたら割と芸人の中でもその亀のいっぱいいる写真を撮ろうみたいなブームが始まって、田代32も風の噂によると10匹ぐらいのやつを撮ったと。ほいで田代にどこで撮ったのって言ったら、それはエチケットとか言えないようになってるわけですよ。したら偶然これ某所で普通の神社の境内にある、しかもその神社もいわゆる由緒正しい神社じゃないから本当に街角にあるような神社なわけだから、池の大きさもどれぐらいっつったらいいかな、陰嚢袋を金箔職人が3年叩いてぐらいの大きさだからまあ10畳あるかないかですよ。もう池がすごいんだか金箔職人がすごいんだかが分かるんですよ。金箔職人ってすげえな、陰嚢袋であんなちっちゃいやつを叩いて10畳に住んだの方に行っちゃいました。今そっちの方に行っちゃいました。まあなんだろうね、トラック2台分ぐらい、トラック2台分ぐらいの池、もう金沢の金箔職人の話は忘れて一握りの金の塊を叩いてのことはもう忘れちゃった。ほんでそのトラック2台分ぐらいの池なんだけど、そこに亀が30匹ぐらいいるから、なんだか多分あれね、わかんねえけど、もともと亀は縁起物だからいたと思うんだけど、そのもともといたらしきやつと明らかにその縁日で売ってる緑亀がでかくなったみたいな、なんかのテレビで見たけど、あの耳の後ろのとこが赤くて、カリクビのところが、カリクビって言わねえよ。変な、薄い黄緑まだらのやつは多分外来種だと思うんだけど、がやたらいるから、最初は3、4匹亀がいたやつを、飽きた亀はあそこにもぶん投げとけばいいんじゃねえのみたいなことで、生態系ができたけども、そこでもう1枚の写真に13、4匹カメラ入った写真撮りまして、でまたそのそうは言ってもフレームの限界があるから、1匹こう向こうから寄ってきて13匹になると思ったら逆サイドからカメラ動き出してみたことになるわけですよ。ほいでそれも待つしかないから、
かなりその池降りてって自分で全部積んでやろうかと思ったんだけど、それはもうこのルールで絶対やっちゃダメなルールだから、もしそういう自然の状態に手を加えて積んだりとか集めたりしたことが教会の人間にバレた場合には、鉛筆を8本真っ二つに割ったやつを口の中に入れて、でそれで両方を15発殴られるっていうで、その折れた鉛筆とかが出たら、出たのかける10また殴られるから、で、あのほっぺたを突き破って出てきたやつもそれアウトだからっていうね、たかだか写真にものすげえバイオレンスなその罰則規定ついてるんで、あのダメだから見てこうやってじーっと撮ってるわけ。それでその12で13匹目来たらまた12みたいなのがずっと続いてるわけよ。なんか俺の中でよくわかんないんだけど、そのなんつったらいいのかな、完全解放されている、そのこれは名所名跡ですよっていう富岡八幡宮でございますだったらそれやっててもいい感じするんだけど、本当に狭い神社だから、何神社に檀家っていうの言わない、わかんないけど、檀家っていうかどうかわかんない、神社はちょっと違うんだろうけど、まあその俺はそこの地元の人でもゆかりの人間でもないのに不審かなと思うから、なんか俺の中で一応すぐ隣のコインパークが30分100円だったから、一応30分100円のお賽銭は入れることにしてそれなんか立地的に一緒だしと思って、立地的にその向こうも100円ならこっちも100円払おうからってお賽銭入れつつ取ってて、そしたらまた13匹目来たかなと思ったら2匹いっぺんに潜っちゃったりとか、それずっとしてたらさ、かったまいたくなってきてさ、もうものすごい頭痛くなってきてさ、したらなんかあの放送で高化学スモッグが発生しております、用のない限りなるべく屋内で過ごしましょうと、まあ、要はなくはないけど命をかけてまでじゃないじゃん、まあったいたくてあったいたくてボエってなってきて、多分あれ高化学スモッグか軽い熱射病かどっちかだと思うんだけど、まあそれダブルかもしんねえけど感じになってきて、これどっか日陰ねえかなと思って少しだったらまた公園があって、じゃあ公園のちょうど日陰になってるところにあのブランコがあったから、ブランコにこうでもう座ってしばらくぐったりしてたら、日陰は割と涼しいんだ。またあの先週末雨降ったり止んだりはしてたから、照るとめちゃくちゃその暑いんだけど、日陰は土がちょっと湿ってたりするから涼しくて、あだんだん良くなってきて、したらあのブランコちょっとどんな感じだったかなと思ってブランコ漕いでみようと思って4回ぐらい漕いだら、またものすごい気持ち悪くなってきて、もう尋常じゃないぐらい気持ち悪くなってきて、俺これ死んじゃうんじゃねえかなってぐらい気持ち悪くなってきて、うわこれやべえやべえと思って、もう公演すぐ後にして、したらちょっと大通りに出たら、いわゆるコーヒーチェーン店のコーヒー屋さんがあって、でそこでこう一番冷たいなんかそのフローズン系のやつを頼んでとにかく冷やそうと思って、で首とか当てたらもう気持ちよくて、うわ気持ちいいってなって、うわよかったよかったと思いながら、そのフローズン系のやつを飲んだら、今度あの目の奥がものすごい痛くなるの、あれ正式にアイスクリーム頭痛って言うんだよね、確かね、もうめちゃめちゃ痛くなって、で痛い、あれさ子供の頃も相当痛かったじゃん、なんかかき氷ガーって食うと目の奥が痛い痛い痛いってやつ、でも子供の頃ってさ甘いがそれに勝ったりもするじゃん、甘い痛い甘い痛いになるじゃんか、大人になってくるともう痛いのに弱いじゃん、40にもなってくるともう甘いのはいつでも取れる上に痛いのがもうこらえしようがなくなってるから、悶絶するぐらい目の奥が痛いわけ、うわ痛い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 ってなって、でふーっと思ったんだけど、俺多分この40年間の夏ってずーっとこんなことをずーっと何の進歩もなく高価格スモッグで亀見つめて頭痛くなって調子乗ってブランコ乗って酔ってアイスクリーム頭痛で悶絶してうまい棒の袋についた粉あげるからビッグポイントカードあげるからやらしてもういい加減にして。